ばんは。こんばんは。こんばんは。ケンタさんもらっていいですか。いいっす。お、すごいいっぱい入ってくれてる。ちょっと待ってくださいね。Wi-Fi ちょっと切りますね。あ、こんばんは。もうちょっと待っとくかな。あ、コメントありがとうございます。こんばんは。こんにちは。こんばんは。あ、嬉しいですね。25人ぐらい見てくれてます。ありがとうございます。始めますか。いいですか、ケンタさん。どうぞ。今日一人じゃないんですよ。ちゃんとじゃあ始めさせていただきます。皆さんよろしくお願いします。ゆうすけです。よろしくお願いします。はい、ということで今日は自分と、ケンタさん呼んでます。どうぞ。どうもよろしくお願いします。お願いします。お願いします。今日もよろしくお願いします。お願いします。はい、今日はこの二人で。はい、やりたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、企画としては今回は T シャツの特集をさせていただきます。はい、よろしくお願いします。ということでじゃあケンタさんから、はいはい、行きましょうか。お願いします。はい、じゃあガッチャの T シャツを、はい、ご紹介していただきます。まずはシンプル系をお願いします。カメラ大丈夫ですかね。行けますかね。もうちょっと前で。もうちょっと前の方がいいですか。はい、はい、ではまずガッチャからいきたいと思います、はい、ちょっと今日はシンプル系をベースに僕はちょっとご紹介させていただこうと思います。まずこちらですね、まあ、ガッチャの T シャツで、まあ、こちら機能性から言うとまず抗菌防臭の機能性が入ってくるので、まあ、やっぱり夏場とかは匂いとかを気にせずに着ていただける1枚になっているので、まあ、特に夏場の T シャツとかはやっぱりもう本当にデザインだけではなくもう機能性もうちはしっかり入っているものが非常に多い中での1枚なんですけども、まあ、こちらの T シャツまず色味がこちらです。黒色と白色の2色展開になっております。でこちらですね、光に当たると結構近場で見てもらうと思うんですけど、こういった感じでジャガードの柄のデザインが入っている形になります。で胸元のボタンもですね、こういった感じでちょっとこう通常のボタンとは異なるおしゃれな感じのボタンになって、まあ、テープのねプリントも入ってくる感じになるんですけど、まあ、こういったこうネック変化系とかっていうのはやっぱり1枚で着ていただくとこうシンプルにちょっとこう大人っぽく見える1枚かなと思います。でこちら刺繍がねフロントに2箇所入ってくるんですけど、こちらバックの方にもこういった感じで刺繍が当たってるので1枚で着た時にこうねバックのデザインっていうのも、まあ、しっかり入ってくる感じになります。でこちら黒色になってくるとですね、こちら胸元のボタンがまた色合いがこうちょっとこう変わってくる感じにもなっております。お、かっこいいですってコメントいただいてます。あ、本当ですか。ありがとうございます。はい、でこちらですねプラスで最後になんですけども、生地感が非常に柔らかいんですよね。こういった感じでなので、まあ、1枚で着てもこう肩幅の周りとかですねこの辺がまあストレスなく着れるので、まあ、今おうち時間とかねリモートワークとかでおうちで仕事される方っていうのもいらっしゃると思うんですけど、まあ、そういう方ってやっぱスーツではなく、まあ、普段着でこう、ね、お仕事をされるかなと思うんですけど、まあ、そういった方々にもこうストレスなく着ていただける1枚かなと思います。こちらですね販売しておりますので G ランドでぜひ皆様チェックお願いします。お願いします。お、息子に似合いそうとか言ってますよ。嬉しいですね。ありがとうございます。では次こちら2商品目ですね。こちら黒と白の2色展開になっているアイテムなんですけど、こちらがですねフロント面にこういった感じでガッチャっていう風に入ってるんですけど、まあ、ここの中がこちらのスパンコールのデザインになっております。めっちゃいい感じで光ってますよ。はい、本当ですか。あとこちらですね注目すべきはこのワンポイントで刺繍でカラーが入っているので、まあ、こういう同色のね
デザインになってるんで、まあ、一部分ポイントでこういったカラーが入ってるだけでちょっとこうおしゃれ度がアップするかなと思います、うん、でこういったフロント、あ、左の袖ですね、こちら実はプリントではなく刺繍でデザインされている一枚になっております。でちなみにスパンコールのこのバックのデザインですね、ここも一応スパンコールになってます。いい感じでめっちゃかっこいいってコメントくれてます。おーとかなかなかこういう ねスパンコールのデザインっていうのはね、普段ではあんまりないデザインなので、まあ、そういう意味ではこうちょっと違った感じで着れる1枚で、これ個人的にはなんか1枚で着てもかっこいいんですけど、インナーとかとしてね着るときは本当にフロントがしっかりこういった感じでデザインが入ってくるので、まあ、ちょっと他の周りの方とは一味違った着こなしができるかなと思います。じゃあこちらが白色のパターンだとスパンコールのデザインとカラーがこういった感じですね。カラーはこちらオレンジになります。バックがこういった感じですね。厚みありますかっていうお言葉いただいてます。生地感的にはいやそんなに厚くはないんですけど、こちらもかなり伸びるタイプなのでもう一歩後ろ出過ぎました出過ぎました伸びるんで、生地感の厚さとかはそんなに厚くないので全然1枚でさらっと着ていただける1枚かなと思います。はい、あとは、あ、自分がよく行く店舗はまだ営業再開してないので早く実物見たいですとか。あ、そうですね、はい、まあ、この映像とね、ものっていうのはやっぱこう実際多少異なったり、やっぱ生地感とかもね触ってみたい方とかもいらっしゃると思うんで、まあ、でもね、続々とねオープンしていってるんで、もうすぐですね、もうすぐだと思いますので、はい、あと、いや味がありますねとかありますなーかありますなーとかコメントいただいてます。白いいとか、白がいいですか、どちらというと白が好みです。透け感はっていう言葉もいただいてます。生地の透け感的には、いやそんなにね、これ僕の手当たってライトも結構しっかり当たってるんですけど、そんなにこう透け感が強いものではないかなと思いますね。ものによってはねかなり透けるものとかもあったりすると思うんですけど、そこまで強い透け感ではないかなと思います。あとスパンコールってどんなコーディネートがいいですかとか、うん、どんなコーディネート、そうですね、個人的には、まあまあ、この白でじゃあちょっといくとですね、まあ、ちょっとこう夏らしいブリーチ系のデニムですね、イメージしてください持ってきたらいいか、持ってこようかあれそうですね、ちょっとブリーチ系なデニムで、あ、いいですね、に、まあ、ほんとシンプルに、まあ、こういう白の T シャツで合わせていただいて、まあ、無地ではなくね、こういうよく見るとこう柄が通常のデザインではなくスパンコールで当たってくるデザインっていうところが、まあ、ちょっと味のあるコーディネートかなと思います。はい、着た感じも見たいですというコメントも、じゃあ後でゆうすけさんに着ていただきます、はい、着てほしい、いいですね、着てほしいというコメントいただいてます。ではTシャツですね、3枚目いきます。こちらですね、こちらも1枚目同様抗菌防臭の機能性が備わっている1枚になっております。こちらですね、うん、でこちらがですね、まあ、首元がこういった感じでヘンリーネックになって、こう内地にこういった感じでカラーの刺繍も当たっている1枚になります。で何よりもボタンがちょっとこうウッド調のボタンで、通常のボタンと違うボタンを使っているので、まあ、このボタンだけでも、まあ、質の高さといいますか、 こだわりを感じる1枚なんですけど、バックのデザインがですねこちら、まあ、フロントはね結構シンプルに見えて、こうラメの刺繍とかが当たってくるデザインなんですけど、バックがこういった感じでイーグルのプリントと、まあ、刺繍がミックスされた、うん、バックにすごいインパクトのある1枚なので、これはぜひ1枚でいただきたいアイテムで、一応これ素材がねワッフルものになってくるので、生地感的にはやっぱこれもちょっと柔らかくて、まあ生地の厚い部分と薄い部分っていうのがこうランダムに縫製されているので、その分風の通気性とかも良くてですね、見た目の生地感的にちょっと厚く見えるかもしれないんですけど、風の通気性は非常にいいので、まあ、これからの夏場でも全然1枚で着ていただける生地感とデザインになっております。でこちら色が白のパターンがこちらですね、まあ、白の方もこちらの刺繍の胸元とボタンは同様になっております。でバックプリント白の方があれですかね、
赤のカラーが入ってくるので色の刺繍の映えっていうのは白の方がはっきり映えてくるものかなと思います。黒だとちょっとこうシックでかっこいい感じですかね。うん、ケンタさんはどっちがおすすめですか？僕は白がおすすめです白やっぱ夏なんでね、まあ、黒でかっこよくっていう部分もあるんですけど、ここまでこう色が綺麗だと僕個人的にはちょっと白を着て爽やかな感じでいきたいなと。ガッチャの生地の良さはかなりハイレベルというコメントもいただきます。 ありがとうございます、はい、本当にワンシーズンなんかではね終わらない首元の強さと生地の丈夫さはジランドの売りだと思います。白が爽やかですね。ありがとうございます、はい、次いきますか。はい、はい、次がちょっと T シャツではないんですけどちょっとワンポイント使っていただけるアイテムとしてこちらのタンクトップをご紹介したいと思います。でなぜこちらのタンクトップかというとですね、こちらポイントがこの裾の部分にこういった感じでプリントが入ってくるので、まあもちろんシャツのインナーであったり、まあアウトドアといいますかね、1枚で着ていただけるのももちろんいいんですけど、個人的にはこういった T シャツとですね組み合わせて着ていただきたいなと、まあ、中にタンクトップ着てこう T シャツ着た時にですね、まあ、イメージとして後ろから見た時にこういった感じでちょっとこうチラッとレイヤード調に見えてから、まあ、色を違うもので合わせていただいて、まあ、プリントもこういった感じで見ていただくとですね、 T シャツ1枚で着るっていうのがちょっと寂しいとかっていうお客様はこのタンクトップでこう1枚ワンランク上のおしゃれができるアイテムになっております。でこちらは、まあ、白と黒の2色展開で後ろがこういった感じですね。可愛いですよね。裾部分映ってますか？大丈夫ですか？裾は映ってま す, てます、はい。このタンクトップですね、やっぱタンクトップって1枚でこう肌に直に絶対当たるアイテムになるので、こちらも抗菌防臭しっかり備わっているので機能性もバッチリなアイテムです。ちょっと自分も今シンプルなガッチャの T シャツ白着てるんですけど、僕は黒のタンクトップ見えますか？お前見える。こういった感じで、お、さすが。ちょっと1枚で着る T シャツもワンランクおしゃれな感じで着こなしできるんでおすすめです。はい、一応これ買う予定ですとかレイヤードした時のバックスタイルがいいですねっていう。 ありがとうございます。あとこれ細身ですかっていうのは基本的にいただいてます。そんなにね、これ僕XL 着てるんですけどそんなにピタッとするような感じではないですね。ケンタさん身長何センチですか？僕で170センチです。で体重が65キロになりました。体重まで表記するんですね通常のサイズ感っていうのははいつもは M サイズですね着てるんですけど、これはまあちょっと丈感を長く見せたいので XL 着てるんですけど、まあ、XL っていうサイズっていうものもありますけど、でも横は全然余ってる感じです。でまあ背後でねやっぱこう横にもすごい伸びるんで着た感じは全然楽に着ていただけるかなと思います。サイズ感何サイズまでありますかっていうコメントいただいてます。サイズですか？ XXL サイズですね。 4L ですね、すいません。 XXXL サイズまでございますので、はい、まあ、なんかイメージとしては普段着ている T シャツのワンサイズ上のサイズを買っていただければ、タンクトップは丈が長くて裾のプリントが見えるような着こなしができるかなと思います。同じサイズで合わせちゃうとこう綺麗にあの裾のプリントが見えないので、おすすめとしてはワンサイズ上を選んでいただければいいかなと思います。はい、はい、結構みんなグッドボタンをいただいててグッドボタン、グッドボタン、ライブ楽しみにしてましたっていう言葉もいただいてます。ありがとうございます。あ、携帯バグってますか？こっち結構ちゃんと映ってるんですけど大丈夫ですかね？大丈夫ですか？ケンタ兄ちゃんの服かっこいいって言ってますとお子様かな。ありがとうございます。はい、お言葉、はい、あとは、そうですね、あ、やりますねとかやりますねコメントもいただいております。治りました、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。ドロップショルダーを着るなら2サイズアップですかっていう風に。ああ、ドロップショルダーですか。やっぱそうですね、僕はどっちかっていうとドロップショルダーとか、まあ、今年、まあ、去年ぐらいからね、まあ、すごいトレンドになってるストリートスタイルみたいなのはやっぱ極端に大きく見せたいので、ワンサイズアップでも十分大きく見えるんですけど、まあ、僕は結構2サイズアップとかなので、まあ、普段 M の T シャツとか着るんですけど、まあ、ドロップショルダーのものでもサイズは XL とか
を買ってからこうゆったりしっかり見せてから着るスタイルが多いかなと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあシンプル系は以上ですかね。以上ですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ次はゆうすけさんにチェンジしたいと思います。しばしお待ちください。お待ちください。はい、お待たせしました。ちゃんと着替えましたということで、自分はあ、コメントじゃあ、はい、しましょうか。はい、ケンドさんに、はい、はい、今日はね、ちょっとね、2人でやってるんで、すいません。すいません。はい、ということで、自分はガッチャの、ボタニカル系の T シャツをまとめてみました。はい、ということで、自分が今着ているのがこれですね、ガッチャの T シャツ2色、見えますかね、ご用意しております。はい、シンプルな T シャツですね。まあ、刺繍感がすごい乗ってるんで、自分の色違いが乗ってるかな。近すぎますか、いけますか、これぐらいで。あ、バッチリです。はい、刺繍もね、もうここのオレンジとこのネイビーの刺繍感プラス、ここにね、ボタニカル風のこうね、デザイン性が入った、非常にね、高機能というか、かなり、なんか何をと思った時それぐらいがリアルですね。はい、という感じで、かなりね、いい感じで刺繍が乗っかってるので、自分はこれ結構好きで、結構入荷当初から結構僕着てるんですけど、これだったりとか、あとここのポイントもいいですね。プリントの上にボタニカルのプリントのヤシの木か、ヤシの木のプリントの上に刺繍をしかやってるので、このポイントっていうのはすごい良くて、あと吸水速乾もついてるので、夏場で非常に着ていただきやすい T シャツになっております。で、ユスケが着ているサイズは XXL サイズで、ちょっと自分は丈の長さが欲しいので少し長めにしてみました。身長170センチです。はい、ケンタさんと一緒ですね。はい、2色でご用意してますんで、こんな感じですね。はい、次いっちゃっていいですか。この T シャツのコメントで文字の色が綺麗という言葉が、綺麗ですよね。僕も結構、僕はネイビーが好きで、ネイビー推しなんですけど、はい、綺麗だと思って、はい、あとは女性も好きそうなデザインですね。嬉しい、一緒に行きましょう。ペアでペアで一緒に行きましょう。小さいサイズもありますね、 S サイズもありますんでね。そうですね、はい、あとこれ 4L も、4L サイズまで、はい、ご用意してますので、ぜひチェックしてください。あと大丈夫ですか。はい、はい、じゃあ次どうしよっかな。裏プリントにしよっか。はい、裏プリント、はい、これはもうずっと人気なアイテムで、今年もね、今の時点で結構人気が出てきてるので、要チェックのアイテムなんですけど、初めて見られてる方も多分いらっしゃると思うので、ご説明すると、裏プリントなので、個人的にはこうやってここ2回折っても可愛いと思います。色濃いのが映りますかね、見えてるので、はい、ちょっとこうね、折って着ていただくっていうのもいいかと思います。はい、でこれキッズ のサイズもあって、100から150でキッズを展開してるんですけれども、このネイビーカラーもご一緒にお作りしてますので、親子でファミリーで皆さんでね、着ていただけます。女性がピンクでもいいですし、男性がピンクっていうのも僕はいいかなと思うので、はい、そういった形で皆さんで着ていただけるアイテムになっているので、はい、おすすめとなっております。はい、あとなんか言うことあったかな。これぐらいかなっていう感じで、はい、次がこのボタニカルの T シャツですね。はい、これ前回愛理ちゃんがご紹介してくれた、はい、アイテムになっているんですけれども、多分前回愛理ちゃんも黒をご説明してたんで、白の方も一応ね、今日ちょうど届いたお店に届いたところなので、はい、こんな感じでデザインもお見せしておこうかなと思いまして、はい、ご用意いたしました。はい、今回はこのボタニカル、この3つで自分はおすすめでした。夏にやっぱりね、デニム、僕はやっぱデニムと履いてほしいなと思うんですけど、はい、デニムと合わせて全部着れるボタニカル勢ぞろいアイテムになっているので、はい、ケンタさんはシンプル、僕はボタニカルで今回おすすめさせていただきました。はい、っていう感じです。なんかコメント来てますか。裏プリントの柄が どういった柄ですかっていうご質問ございました。ボタニカル柄見えますかね。裏にした方がいい。この T シャツオンラインで買いましたっていう声もあります。おお、ありがとうございます。嬉しい、それは嬉しい。
やっぱ嬉しいですよね。買いましたっていう言葉はやっぱ嬉しい。見えますかね、こんな感じです。いけますか。ああ、綺麗に映ってます。はい、こんな感じです。はい、あとなんかありますか。どんなデニムと合わせるのがおすすめですか。どんなデニム、え、でもやっぱりなんかあの先ほどのケンタさんと被ってしまって申し訳ないんですけど、やっぱ夏って薄いデニムとかがいいのかなと思うので、自分は結構、まああと今履いてるんですけど白パンっていうのはやっぱり普通にこう合わせても可愛いかなと思うので。綺麗ですね。うん、あと、ね、こっちもいいかなと思うので、の白パンか結構デニムの薄いものですね、まあ、結構おすすめになってます。で、あ、ちなみに今いいとこクロップのパンツ、8分丈ぐらいなんですけど、これ今半額でやってるんですよ。この季節ここから履けるパンツで半額っていうのはなかなかないので、はい、この組み合わせは絶対いいです。マジでおすすめっていう感じで自分は、はい、おすすめです。あ、ケンタさんありがとうございます。キッズのカラーはどっちがあるのっていう。あ、さっきすいません、ネイビーです。同じカラーです、ネイビーです。はい、こんな感じです。あ、ごめんなさい、こんな感じです。おい、こんな感じでしたね。ボタニカルは以上なんですけども、何かありますか、ご質問と。グッドボタンとハートマークが連打されてます。嬉しい。皆さんボタニカル好きですか。ハートマークで答えてくれてますね。じゃあ好きということで皆様、はい、ぜひご覧になってください。オンラインストアでもいいですし、またまだ多分新作でもあのボタニカル系の T シャツも入ってくるので、ぜひ楽しみにしてください。ということで自分はおしまいで、ケイタさんいけますか。はい、はい、じゃあ次何いきますか。ネスタを、はい、じゃあちょっとすぐお待ちください。はい、お待たせしました。はい、次はじゃあちょっとネスタブランドの方を紹介していきたいと思います。で、まず僕はネスタブランドから、一つ目はこちらですね。こちら見えますかね、光に当たるとこのキラキラした白プリントのデザインですね。で、こちら見ていただいたらわかりますかね。実はネスターブランドが今年で20周年を迎えまして、そちらの20周年の記念の限定 T シャツになっております。なのでこちらの肩元にもですね、こういった感じで20周年アニバーサリーというふうに入っております。買いましたっていうコメントが2件3件。これでもなんかオンラインで非常にね、人気のアイテムだったみたいなので、お、ネスタ来たーとか。あ、ネスタね、ちょっと紹介ができてなかったので、うん、前回派手のが見たいですっていうことで、あ、はい、その辺はのゆうすけさんが後でたっぷりご紹介するんで僕はなんかちょっとフロントにプリントが当たっているものっていうのをベースにご紹介していこうと思っておりますので、ちょこちら白色のパターンだとこちらですね。もう白もね、このわかりますかね、キラキラとしたこの白プリントがゴールドで統一されております。こちらも袖ですね。で、バッグもこういった感じで刺繍とプリントでミックスで入っている形ですね。こちらがね、でもこうネスタブランドのこのライオンのロゴの中にいろんな文字がこう散りばめられているデザインになっております。こちらもですね、ちょ、白と黒の2色展開ですね。で、こちらも吸水速乾の機能性もしっかり備わっているので、20周年の流れでですね、ちょっとユースケさんにお持ちいただいたので、せっかくなんで20周年のアイテムすべてご紹介していこうと思います。こちらが20周年限定のキャップですね。こちらも刺繍はゴールドになっております。こちらに20周年お一緒にキャップ買いましたっていう。あー、でもこのセットでで着るのもかっこいいですよね。うん、絶対かっこいい。どっちの色が人気ですかとかコメントも来てます。 T シャツですかね。 T シャツ、うーん、一応ちなみに自分八尾店で勤務しているんですけども、うん、八尾でもあの店舗受け取りしてくださったお客様とちょっとご連絡を取っていて、そのお客様とかは白を購入されたっていう声と、店舗でも確かに今売れてるのは白がそうですね売れてるかなっていう感じですね。
ちなみにキャップはこの黒一色展開になっております。はい、お、いいですね。迷ったら二色買いですねと。あ、素敵気持ちいいですね。素敵ですね。はい、ライオンの絵が素敵ですねとか、ありがとうございます。白かっこいいとか、あとおすすめコーデが知りたいですというコメントもいただいてます。せっかくなんでそのおすすめコーデとしてこちらですね。はい、こちらも20周年のいい振りいただきましたね。いや本当にめちゃくちゃいい振りいただきました。待ち構えてたんで。こちらが20周年限定のセットアップになっております。こちらフロントで、ね、パンツはね割とフロントの方がフロントと言いますか、まあ、横からこうフロントにかけてのこのまたぎの部分ですね、ふんだんに刺繍とさっきの T シャツのフロントと同じデザインになってますね。ライオンの中にロゴが入ったキラキラするこの白プリントですね。で、こちらの半袖のジップパーカーなんですけど、こちらはバックが非常に贅沢になっております。あ、かっこいい。刺繍もいいですよ ね、 そこフードに入っている20周年アニバーサリーネスタブランド、こちらでちょっと普通の刺繍なんですけど、ちょっとこうボリュームがちょっとあるような感じの立体的な刺繍になっております。あ、おいくらですかと。はい、ちゃんと見て。ではパーカーの方お値段、こちら7990円プラス税になっております。でこちらズボンの方ですね、ズボンの方がこちら6990円プラス税になります。まあ、T シャツもお気になりますよね、きっと。キャップもね、はい。T シャツの方は4990円プラス税になります。でキャップの方が3990円プラス税ですね。なのでまあせっかくなんでコーディネートはセットアップで着ていただくのが、あ、って入っていました。一応こういった感じで着ていただくと、フロントはこういった感じでさっきの T シャツがいいっすよね、しっかり見えて、まあ、後ろのスタイルもこういった感じになりますので、履き心地良さそうとかコメントいただいてます。柔らかくてこういった感じで、うん、20周年限定アイテムでコーディネートをぜひしていただきたいなと。セットアップは自粛期間中にもってこいの商品ですね。あ、そうですね。と、あ、はい、黒の方もご紹介しますね。黒の色味こちらになります。やっぱ黒のがちょっとこうかっこいい感じになりますよね、うんうん、後ろはでもかなりインパクト強いですね、うん、で記念デザインってもっと高いイメージでしたと。あー、よかったです、そう言っていただけてね。それが嬉しいですね。そう言っていただけてよかったですね。 ありがとうございます。白かっこいいとかセットアップかっこいいとかコメントいただいてます。お家でね、お家時間であったり、なんかやっぱこうこの自粛期間中にこう朝だけ公園にちょっとこう散歩に出かけられたりとかしてされる方もやっぱ増えてるみたいなので、まあ、そういう意味ではこういうセットアップっていうのは楽に動けますし、まあ、ただこうスウェットのセットアップなんですけど、おしゃれ感も非常にね、通常のこうパジャマっぽくないように見えると言いますか、デザイン性はすごい高いアイテムになっておりますので、なんか結構黒の反応がいいですよ。あ、黒の反応がいいですか。はい、黒合わせたらたまりませんとか、黒かっこいいとか、たまりませんっていいですね。ワードがあと下黒上白、あ、どういう風になるかちょっとやってみましょう。うん、じゃこの黒のパンツに白の上を持ってくると、あ、いいですよね、かっこいい、ありあり後ろって感じですね。全然いけますね、うん、色を別に合わせなくても使えるアイテムかなと思います。はい、ではちょっと20周年はこちらで一度終わるような感じでも大丈夫ですかね。さっきのキャップと合わせたらもう何も言うことないです。最高の褒め言葉ですね。最高ですね。ありがとうございます。言うことはない。20周年は以上ですかね。以上で、はい、はい、次のアイテムいこうと思います。ではこちらですね、かっちょいいですねとコメントもいただいてます。こちらネスタブランドのキラーシートプリント T シャツ、こちら色が黒と白色の2色展開になっております。こちらも吸水速乾の機能性はしっかり入ってくるので、夏場の汗の乾きだけでなく、まあ、洗濯も乾きが早いのでこうローテーションしやすい一枚かなと思います。
で何よりもやっぱりこれ特徴はフロントのこのキラーシートプリントって言ってですね、今映ってる状態でどういう風に映ってますかね。あ、結構でも綺麗に映ってますよ。綺麗に映ってます。うん、あのこうなびいてるというか、こううまくこう色合いが、ね、中にもちょっとこう柄が入りつつ、カラーがいろんな色味でふんだんに入っているので、こう光の当たり方によってこう見え方が変わってくる一枚になっていると言いますか。これフロントにね、ここまでがっつりデザインが入っている分、バックはプリントでここのワンポイントにあるシンプルな一枚になっています。まあ、袖元はこういった感じで刺繍のデザインが当たっております。うん、これいいですよね。でよいしょ、こちらが白のパターンですね。めっちゃいいコメントです。もうまたそんな綺麗な T シャツありえない、もう決定ですと。ありえない決定、決定いただいてます。いいですね、なんかこうやって紹介してリアルにお客様にそういった声をいただけるのはなんか、うん、めっちゃ嬉しいですね。嬉しいですね、はい、ありがとうございます。本当にこちらキラーシートプリントですね。そんなお客様にまたちょっと次も、あ、ネスタにキッズはないですかと。あー、ちょっとネスタブランドはちょっとキッズの生産はないんです、取り扱いが今はない形になっておりますね。はい、あとこのプリントはすごすぎますと。高級感がすごいと。あ、高級感、確かにそうです ね、 いいですねなんかでもすごいですね、コメントがなんかそんななんか僕らも喋れんくなるんですよね返せないですよね。自分も言葉選んじゃいますよねこちら次、最後、はい、こちらですね。これもまあフロントにメインロゴであるこのライン用のロゴがダンと入ってます。こちらがですね、このライオンのロゴの中に別の生地でデザインされているものが縫い付けられて刺繍として当たっている形になります。じゃあ白の方はね、ちょっとこうネスタでは今まで紹介したのはちょっと白プリントであったり、まあキラーシートプリントってちょっと独特なものだったんですけど、こちら中はね、ちょっとこうボタニカルとライオンのロゴが中に入っているので、まあ、ネスタでもちょっとこう夏らしい感じの一枚になっているのかなと思います。なのでちょっとこうこの白とかはね、フェスとか行くときにでもちょっとこう明るいカラーとしてまあいいのかなと。フェスいいですね、行きたいな。好きですもんね。好きです、好きですもんね。でこちらがですね、この白黒中に入っているこの柄のカラーは両方とも一緒になっております。いつもだったらね、こうパターンが色によって変わってくるんですけど、こちらは統一されていて、でこちらの中の柄と同じような柄でこういった感じで半袖パーカーとショーツですね、セットアップになってるんですけど、まあこれとこれでコーディネートをするとですね、ちょうどいいコーディネートになるのでご紹介しようかなと。よいしょ、こういった感じで柄合わせみたいな感じで非常にこう統一感も出るコーディネートで、すごい夏らしい感じで着ていただける一枚かなと思います。うん、バックもね、こういった感じで全面入ってくる感じになるので、非常に T シャツ1枚でちょっとこう寒いシチュエーションであったり、 T シャツ1枚で着るのが少し寂しいなっていう方には、この羽織を上からこう羽織っていただくと、 T シャツ1枚のシンプルなコーディネートっていうよりはこうワンランク上のコーディネートがまたこれもできるかなと思います。はい、お、はい、夏っぽいおしゃれ、いいっぽいですよね、今年やばすぎる欲しいとかこの感じのバックプリントないですかとか、あ、この感じのバックプリントってことですか。はい、あとおしゃれとか、あ、まあ、そのバックプリント系はまたもうちょっとしたら僕が紹介します。おしゃれとか、あ、ケンタさんの靴ひもおしゃれすごいとこ見ていただいてすいません、ありがとうございます。見えますかね、靴右と左で色変えてるんですねはい、あ、サイズはっていうのをコメントいただいてます。サイズですか。やっぱネスタブランドっていうのはそのガッチャとか MCD に比べるとサイズ感は気持ち大きめになっています。なので普段と同じサイズで合わせてもちょっとゆったりしたシルエットで着ていただけるかなと思いますね。はい、はい、サイズ展開サイズは S から XXL ですね。 S から XXL の、はい、3L までやっておりますね。はい、はい、夏感超高めとかコメントいただいてます、ありがとうございます。はい、ではちょっと今度はゆうすけさんのネスタブランドのご紹介にチェンジしようと思いますので、ちゃんとすぐ来ました、はい、はい、ということで
ネスタ、今回も着替えさせていただいて、まず着替えてるやつからいこうかな。さっきのバックプリントのやつ、はい、これがネスタで出ました。白と黒と2色展開で、結構色合わせが可愛いかなと思うんですけど、グラデーション風になっててね、いろんな色を使ってくれてるんで可愛いかなと思います。結構女性の方も人気が、これは高いイメージなので、なんかカップルで着たりだとか、女性の方にも結構おすすめな、特にゆうすけは白かな、うん、なんか可愛い、着てるのは黒なんですけど、女性には白着てほしいなっていうイメージです。はい、でこれ確か吸水速乾も入ってたかな。そうですね、吸水速乾も入っています。はい、で値段めっちゃ安いんですよ。3990円プラスで4000ちょっとで買えるっていうのはすごいいいかなと思いますので、ぜひチェックしてください。でお店に行くと、あのハンくんさんが、湘南乃風のハンくんさんがポスターで飾ってる店舗も多いと思いますので、ぜひそちらも画像チェックしてください。はい、コメントいっぱい来てますよ。あ、マスか。はい、いい背中ですね。ありがとうございます、はい、白めっちゃいい、明日買いに行きます。嬉しい、ぜひお願いします。あとなんか L で買ったら意外とサイズ小さかったですっていう方もいらっしゃいますね。結構自分はこれゆったりしてるなってイメージ、あ、自分着てるのこれも XXL なんですけど、先ほどより長くて、サイズ感ガッチャ の、 あの T シャツより長くてゆったりしてるなって印象だったんですけど、ちょっとちっちゃかったかな。あと、ね、値段のやつでみんなあのめっちゃ安って安一人じゃなくてこう複数人が、いやいやいや、安いっすよねびっくりした、自分もすいません、結構リアルな、さすが関西ですね。はい、すいません、値段もね、はい、いいですか、次行っちゃって両方買うって言ってくださってる方 も、 いやもう両方ですよね、はい、次行きましょうかね。はい、はい、そうですね。で、次がこっちのタイプですね。さっきはあのね、ライオン系だったんですけども、じゃん、こんな感じです。はい、メッシュを当ててるだけなんです。普通の T シャツに対して見えますかね、こんな感じでメッシュを中にね、 T シャツの上からこうやってる感じです。でレイヤー風に見せている T シャツになっています。でこれ結構ゆったりしてたんで、ガッチャでも出てたんですけども、こんなデザインになってます。全体的にプリントですね、ここも全部プリントになってます。プリントプリント可愛いっすよね。これ結構黒が人気なイメージなんですけど、白も可愛いなと思ってます。はい、これもちゃんと吸水速乾ついてますんで、何ですか大丈夫ですか、はい、メッシュ来たーって来てます。メッシュ来たメッシュ来た、絶対涼しいですね。反応でなんかなってきたかなと思いますはい、これはね、いやでもこれも安いと思いますよ、4990円、うん、ね、プラスで5000ちょっとで買えるので、これもいいかなと思うんです。去年結構ねこのタイプがすぐなくなってしまったイメージなので、今年は結構お早めにゲットされた方がいいかなという印象です。まさにそれ、毎年楽しみにしてるやつですっていうコメントもいただいてます。ありがとうございます。本当でもね、めちゃくちゃ人気ですよね。僕もかっこいいなと思います、これは。はい、これは黒ですね、おすすめ僕は。はい、なんかありますかコメント。ゆうすけさん、エグザイルの小吉にすごい似てます。ありがとうございますもう何でも OK はい、あとは何かありますか。うん、嬉しいな、このリアルタイムに。いいですね、めっちゃかっこいいです、最高です。お、ありがとうございます。じゃあこっち行っちゃおうかな。これ多分ね、ネスタを、うん、ネスタブランドを販売しているお店の中でも結構限られてるアイテムなんですけれども、はい、見たことない人って結構多いんじゃないですか、ね、いらっしゃるかもしれないです ね、はい、はい、これはかなり薄いメッシュの素材になっていて、これちょっとサイズ感はそんなに大きくないイメージでした。はい、なってます、こんな感じですね。で、生地の薄さ見えてます、いけますかね、何ですかいや、小吉ネタが今になってここでなんかバーってなってるんですよ。みんななんか似てるって連呼してるんで、いやいや、すいません、何も出ないですよこんな感じで、はい、でこれも吸水、もちろん吸水速乾ついてるんで、はい、この切り返し結構なかなかなかったんで、うん、リンクが置いてるんでぜひ来てください皆さん。でも初めて見たっていう方やっぱいらっしゃいますね。かっこいいですよね、はい、これしかも値段、これも言っときましょうか言っときましょう、4990円。はい安い。でも本当にあの、本当これ数少ないんで早めの方がいいと思います。これこそ早めの方がいいと思う。
ぜひ。そうですね、入荷数も少なかったので。八尾もありますよね。八尾もあります。はい、はい、本当でも限られてるので、ぜひそちらチェックしてください。はい、なんかこんな感じですね。ネスタは以上になるんですけれども、コメントなんかありますか、質問とあれば。いや、なんか未だにその小吉さんネタがすごくて確かに言われてみれば似てるっていうコメント。いや、ないです、ないです、大丈夫です。おしゃれ、ありがとうございます、嬉しい。ネスタおしゃれ。あ、でもやっぱそのお値段で、その商品の4990円でもやっぱり安いっていうお声は多いですね。4990円類、はい、多いです、多いです。こんな感じ。ネスタ好きは結構見てくださってるんですかね。そうですね、3990円。やっぱでもその3990円の反応が一番コメントは多かったですね、うん、いい感じ。ぜひそういったところもね、値札ちょっとペッて見てもいいと思うんで、はい、ぜひ店舗でもいいですし、オンラインストアでもぜひ見てください、はい、ということで次ケンタさんに MCD 行っていただきます。はい、ケンタさんの MCD はかなりハイレベルなんで、ちょっと楽しみにしてください。こっちでいいですか。はい、ではちょっと MCD の方ですね、ご紹介していきたいと思います。まず一つ目ですね、こちらです。まあ、フロントだけ見るとね、結構 MCD にしては割とまあこうベーシックな感じのデザインなのかなっていうデザインなんですけど、一応まあでもここは刺繍でデザインされている形になっております。こちらの T シャツ、実はですね、バックがもう全面的に刺繍でふんだんに当たっている感じのデザインになります。じゃあこのイーグルのね、刺繍とこちらに文字が入ってくる刺繍にはなるんですけど、パターンで言うと色味は白と黒色の2色展開になっております。こちらは吸水速乾の機能性はしっかり備わっているので、まあ、夏汗とかね、気になる方でも全然汗の乾きが早いので着やすい1枚かなと思います。でこちらね、ちょっとこう胸元にいつもこうワンポイントとかっていう感じになるんですけど、幅がちょっといつもよりこう広く当たっててですね、ちょっとだけこの袖部分にまたぎで刺繍が当たってるんですけど、個人的にはこういう、こうまたぎで入っているところっていうのもやっぱ着た感じですね、いつもの雰囲気とちょっと異なるっていう部分ではおすすめな一枚になっております。一応こちらはお値段ですね、こちらの方がですね、吸水速乾って刺繍が備わっていて、こちらは5990円プラス税になっております。でかっこいいのにね、そんな刺繍入ってて、呼吸はそうですね、いい値段ですよね。あと、まあ吸水速乾の機能性もしっかり入っております。こちらですね。あ、ハーフパンツの紹介ありますかとか、ハーフパンツ紹介してほしいですとかってお声いただいてます。ハーフパンツですか。うん、MCD でですかね。 MCD、 じゃあちょっとゆうすけさんに、一応ね、今年のモデルとかっていう部分ではゆうすけさんがチェックしてくださるので少々お待ちください。こちら、ちなみに次の方がこちらの T シャツなんですけども、こちら結構 G ランドの店舗の多く、そうですね、コロナになってからこう自粛期間とかなる前とかですかね、とかは結構皆様こう各店舗で、うん、よくね、店頭でこう展開していた商品なので、ひょっとしたらご覧いただいたお客様もいらっしゃるかもしれないんですけど、ゆうすけさんが大量にショーツをお持ちいただいたのでショーツ、今期のモデルがちょっとまだね、入荷していないので、今あの営業している店舗で一部取り扱っている商品っていうところでご紹介していこうと思います。こちらがですね、まずこちらです、パイルジャガードのイージーショーツですね。こちら分かりますかね、こうパイル地の鴨柄が当たってる感じです。まあ、生地もね、やっぱり非常に柔らかくて、これはもうなんかもう早くお値段が言いたくて仕方ないアイテムなんですけどもう値段でいきましょう、全部もすごいパパッと、もうね、あと15分しかないんで、パパッと行きましょうか。わかりました。僕らの想定になかったショーツのご紹介。とはね、思わなかったんでね。はい。値段で行きましょうか、全部。はい。こちら、デニムショーツ、
8,990円か 5,990円。安い。それめっちゃ僕好きなんですよ。生地感もね、うん、柔らかい。めっちゃ好き。うん。あと右のやつだけかな。その3ついきましょうか。こちらですね、 UV カットのイージーショーツ6,990円が 2,990 円です。吸水速乾付き。吸水速乾付きです。はい。って感じですかね。はい、はい、っていう。 MCD のショーツに関してはでもあの店舗がね営業している店舗でっていう感じで、うん、取り扱っている商品とかも異なってくるとは思うんですけど、まあ、でもお値段的に言うと 50% 以上の割引率で販売しているので、うん、勝てた。まあ、非常にお買い得なアイテムが揃っているのでぜひともお店の方でチェックしていただきたいと思います。あ、ウエストはとかっていうコメントも一応いただいてます。ウエストですか。さっきのやつこちらですかね。それかな、もう一個のやつかな。 UV ですか。あ、こちらですね。わかりました。それだけ最後紹介しちゃいましょうか、はい、こちらは一応ね今こちらで S サイズになるんですけど、まあでもこちらウエストの部分がこういった感じでですねリブになっているのでかなり伸び幅は大きいです。で一応一番小さい基準で68から75になるんですけども、まあ中にスピンドルでね紐も入っててウエスト調整できますし、まあ、リブでかなり横にも広がるので振り幅はかなり大きめで、僕で170センチなんですけど S サイズで十分履けて、丈感も膝がちょっと隠れるぐらいのサイズ感になってくるんで、170センチで S サイズでも大丈夫っていうところを基準にしていただければいいかなと思います。75センチとかになってくると、まあ、M サイズの方がいいのかなと思うんですけど、紐がついてれば子供でも履けそう。そうですね、 S サイズでこう、うん、なんかパンツがなかなかお選びにくい方とかは、うん、さっきのついてますよね。そうですね、ぐっと縛れるんで、はい、まあ、そういった方々にも選ばれやすいアイテムで、さらにお値段もお安くなってお得になってるんで、ぜひチェックしてください。で、こちらの T シャツです。はい、こちらがですね消化のプリントと、まあ、その上から刺繍が当たっているので、まあ、非常にデザインとしてはふんだんにいろんな手法がこう組み込まれているアイテムで、色がねベースは白がベースで、プリントがこっちがちょっとブルー系のカラーが強いアイテムと、こちらちょっとこうカラーのトーンでいうとこのブルーに比べるとモノトーンになってくる、ちょっとグリーン系ですねをベースにしているカラーになって、一応中のグラフィックの絵が違います。こちらはお姉さんが映ってます。はい。それサイズ感というかその大きさどんな感じですかって。まあ、これはでもサイズそんなに特に大きめとかっていうシルエットのものではないので、まあ僕のこの170センチの身長で M サイズでほんとぴったり着れるぐらいのアイテムです。なのでこれはなんかドロップショルダーとか少しゆったりめっていうものではないので、ゆったり着たい方はワンサイズ開けてお選びいただいたらいいかなと思います。でこちらもバッグはこういった感じで、はい、シンプルになってます。いい感じ。はい、こちらはお値段は4,990円プラス税です。はい、はい、青系好みですとか、あ、夏らしくていいですね。刺繍とプリント、え、もしかしてどっちもとか、どっちも入ってます。プリントの上に刺繍が当たっているので、この T は着やすい、かっこいいですとか、お持ちの方の、ね、バックデザインは刺繍ですか。バックデザインプリントですね。ですね。はい、さっきの、ショーツは紐付き、これだけ紐付きでしたよね。こちらは紐がついてます。はい、はい、はい、ということでちょっと時間がないんで待っていきましょうか。嬉しいですね、時間がないぐらいの方が嬉しい。 いやそうですね、本当に嬉しいですね、はい、MC で来ました。ということで、今回はまずドライの T シャツですね。はい、先ほどネスタでもご紹介したドライ系の T シャツですけど、これの黒を着てみました。これもかなり薄手になっていて、胸元ここ刺繍です、見えますかね、刺繍です。はい、でバックが結構派手めに MCD のねデザイン性入ってるのがかっこいいなという印象です。はい、これも XXL 着てます。はい、ちょっとサイズ感は結構ぴったりな感じがしますね、個人的な意見ですけれども。で吸水速乾もちろん入ってるのでおすすめです。はい、ちょっと時間ないからちょっと先週ご紹介したやつが今日届いたのでそれもご紹介しておきます。じゃーん、この色合いめっちゃ可愛いですか。可愛い、久々というかあんまなかったっすよね。ナイス。で、はい、この色合いは結構おすすめになってるんで、はい、このね
どうせならちょっとないその白の方攻めたいですよね。うん、僕もこっち攻めたいなっていうイメージがあります。あと吸水速乾もこの刺繍の感じで入ってるので真夏にももちろん着ていただけますので、やっぱ真夏は背中で勝負してください。来たトラタイガー阪神ファンの方もいいですかねはいということで、次いきますね。シンプルな T シャツいきます。ちょっと時間がだいぶ押しちゃってるんですいません、巻きで。はいっていう感じで、なんか来てますかコメント大丈夫ですか。はい、はい、シンプルな T シャツになっています。見えますかね、ここワンポイントで刺繍が入っていて、これめっちゃ楽ですよ。はい、これも結構薄いんですけども、裏の感じがちょっと色合い変わって、ちょっとメッシュ風な感じですごい楽に着れる T シャツになっていて、結構 V ネック少なかったんで、こいつら V、こちらは V ネック V ネック発音良かったですねありがとうございます、はい、吸水速乾ついてますのでシンプルな T シャツになっております。ここ微妙に見えるかな。あ、ここもデザイン入ってるんですよ。あ、でも映ってます、映ってます。あ、よかった。はいはい、こっちもいっとこうか。こっち白で入ってます。はい、映ってますね、映ってます。はい、っていう形で MCD の T シャツは、はい、ご用意こんな感じでしておりますので、ぜひともよろしくお願いします。お値段は、ごめんなさい、それ忘れてました、4,990円。安いこれでも、この刺繍乗っかって6,990円、このね、刺繍感で6,990円はいいかなと思いますので。タイガーいいですね。タイガーぜひ。で、これが5,990円プラスでですね。はい。着心地良さそう。これは着心地本当にいいです。はい。はい、おすすめです。といった感じで、はい。MCD もネスタもガッチャも以上で T シャツ特集終了になります。ありがとうございます。はい。皆さんどうでしたか。なんか気になったものとか、もう一回見たいものとか最後ありますか。ご質問あればご紹介させていただきます。刺繍入ってる T シャツはチクチクするとかはないですかっていうふうに聞いてます。チクチクする、そうですね、このタイガーのやつ当て布が貼ってあるのでチクチクは防いでくれます。はい、大丈夫ですかね、見えますか。はい、はい、映ってます。はい、基本的にでも刺繍のものは大丈夫かなと思います。まあちょっとかなりね、気にされる方とかはね、結構こう着る方も多いんですけども、そこはちょっと皆さんでやっていただければいいかなと思います。他ありますか。着てる服の後ろっていう風に着てるんで、バッグが、そうですね、その縦のロゴですね。縦ロゴ、これ綺麗に見えるかな。かっこいいですね。これかっこいい、うん、やっぱ 見る感じと着た感じって違いますね。ね、見る感じと着た感じが本当違うので。全然違いますね。はい、ぜひとも皆さんもね、まあ、お店に行ける方はぜひお店で来ていただきたいですし、はい、ね、まだ行けないって方はもう少し待ってください。はい、で、ケンタさんもね、あ、ちょっとなんか着替えてみたみたいなのでちょっと見てあげてください。じゃあどうぞケンタさん。白のタイガーを着てみました。いいっすね、かっこいい。フロントもでもね、ちょっとこうカラーが使ってるんで、うん、まあ、シンプルなんですけどね、1枚着てもこう色味が、うん、バックのあの刺繍が着た感じどうなるのかなっていうところの質問があったので、あ、ほう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 、こういった感じですね。いいですね。どうですかね、自分では見えないんですけど。なんかそれよりすみません、僕の履いてるズボンのコメント来ててすみません。はい、こんな感じMCD のパンツ履いてます。はい、こんな感じですね。はい、後ろも刺繍のパッドですね。ここに見えるかな。あ、映ってます。はい、こんな感じで、あ、白の T シャツいいですねとかコメントいただいてますね。タイガースはい、結構ね、派手かもしれないですけど、ケンタさん似合ってますね。そうですか、似合ってます、ケンタさん。はい、ありがとうございます。そのサイズは、このサイズはこれ XL 来ました。はい、XL 着てちょっとやっぱり肩とかは少し落ちるような感じで着れますね。あ、KT さんとパンツお揃い、嬉しい。あ、これですね。あ、似合ってます。あ、ありがとうございます。似合ってる、そうです。優しい人ばっかりですね。優しい人ばっかりですね。優しい人ばっかりですね。あ、色合いが可愛いとかもコメントいただいてます。綺麗ですよね。うん、すごいな、早いですね、あと5分です。はい、っていう感じで今日はもう全部ご紹介したので、はい皆さん嬉しいですよ、なんかいっぱいコメントくれてる。ケンタさんのパンツは何履いてるんですか。ケンタさんのパンツ
何履いてるんですかって。パンツですか。はい、MCD ですね。 MCD のパンツです。こうちょっとブリダメージの中に布が当たってそこにこうプリントが入ってるタイプです。これでもあのストレッチがもうめちゃくちゃ入っていて、今これなんと店頭ではあの 50% オフになっております。色が黒と白の2色でサイズも残りわずかなの。それ結構数少なかったですよね。少ないですね、うん、でもまあこれ本当にすごい履きやすくてヘビーローテーションしているものですね。お、今度ガッチャゴルフやってほしいっていう。あー、ガッチャゴルフやりましょうかね、ぜひ。次回、次回行きますか。次回結構新作多いんで新作かなと思ったんですけど、ちょっとゴルフも混ぜて。そうですね、はい、やりましょうか。いいですね、はい、でもこういう声は嬉しいですね。ちゃんとそれにお答えしたいなと、はい、そうですね、ガッチャゴルフ。はい、ダメージが渋いです、もっと見たいですとか。ゆうすけさんのズボン、あ、これ僕すみません、 L です。 L のサイズを履いております。はい、あ、今日はケンジお休みです、すいません。はい、ケンジお休みです。ケンジちょっと今日はお休みですね。あの日々頑張ってるんで今日お休みさせてあげてください。こだまプロチャレンジ、こだまプロチャレンジ、ちょっと待ってくださいね。さっきちょっとね、あの今回このねインスタライブ皆さん見ていただいてありがとうございます。40名も43名かありがとうございます。44名ずっと見ていただいてありがとうございます。はい、本当に嬉しいですね。こうやって皆さんに直で商品を届けることがね、お伝えできることができて本当に嬉しく思っております。はい、これからもねしっかりと継続してこのインスタライブ続けていきますので、皆様毎週金曜日20時、今のところ今月はそれでいきますので、はい、ぜひチェックしてください。ということで、あと3分なんか3分ケントさん、なんか3分ガッチャのズボンのウエストがだいたい大きめ、延長、延長、延長なんてそんな嬉しい声あるんですか。延長っていう言葉を言いたい。ありがとうございます。前回僕やったんで、こだまプロの僕ですか。ケントさん行きましょう。僕できますよ、多分。え、絶対できますよね。わかり、そんなにできるから、どうしよう。足上げてから下ろすんですよね。そうです。うわすげえ。いや、多分、あ、で、上にこう上げて、こう、あ、こうですね。いや、熱いな、渋いな。もういいですか。誰もコメントくれません。やり殺しや、やり殺しですね。やり殺しっすね、やっぱ面白い方がいいんですよ、やっぱ、はい、やっぱやった方がいいですね、ゆうすけさんが。ゆうすけさんがやった方がいいんですよ。あと2分なんで、コメントの方がいいかなと。僕の女買うものが増えました。ありがとうございます。ナイストライ。ちゃんとやっとかな、なんか。ゆうすけさんっていう声多いんで、はよ。え、ちょっと待って、どうでしたっけ。曲げてそうですね。うお、ううきつい。一回ですいません。これも高齢されても。みんなでも行けとかいう声があの、多かったんで、その中で振り切ってくれてありがとうございます。ね、嬉しいですね。はい、という形で、はい。あ、ケントさんも最後打ちましょうよ。はい。はい、本当はね、延長したいんですけども、はい、また、僕たちのネタが尽きてしまいましたんで、来週にまたネタを持ってきたいと思いますので。そうですね。はい、ぜひよろしくお願いします。スクショタイプ大丈夫ですか。スクショタイム、あ、みんなスクショしてください。これちょっとタグ付けしてください。嬉しいんで、お願いします。はい、という感じで。どれほどの人がね。で、でも50名近くが見てくれてるんで嬉しいですね。はい、してくれましたかね。楽しかったです、ありがとうございます。来週もよろしくお願いいたします。はい、なんかじゃあ最後にコメント。はいはい。まあ僕はあの G ランドアリオ八尾店で勤務しているんですけどですね、オープンしてからもう本当にお客様とご来店いただいてね、楽しい時間を過ごせていてるので、本当に早くこのコロナが収束してね、通常のいつもの日常でお客様と楽しく、もう終わりたい。ケントさん、おめでとうございます。はい、早く来ればいいなと思ってます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではまた会いましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。来てください。